2023年シーズンの読売ジャイアンツは、原辰徳監督が若手の育成に力を入れ、世代交代を一つのテーマとして取り組んできました。チームの主力であった坂本勇人選手、丸佳浩選手、中田翔選手ら精彩を欠いたベテランの穴埋めとして、秋広優人選手、門脇誠選手、浅野翔吾選手などの若手を投入。チームの結果にはなかなかつながらなかったものの、それぞれ着実に活躍。9月3日には、2022年のドラフトで入団したルーキー全員が出場するという史上初の試みも行われて話題になりました。その中で、その年のドラフトにて1位で入団し、巨人の未来を担うための英才教育を施されている真っ最中なのが浅野選手です。香川県の高松商業で1年の夏からレギュラーに定着し、2年の夏には甲子園に出場。チームはベスト16に進出し、浅野選手は智弁和歌山との3回戦でホームランを放ちました。同年の秋からキャプテンに就任し、冬には苦手としていた変化球対策のため監督の提案でスイッチヒッターに転向。新たに習得した左打席で放ったホームランは、指導に訪れたイチロー選手からも、化け物ですね。ああいうホームランを打てる選手はキャプテンに向かないタイプが多いのに、浅野くんはキャプテンも任されてますからね。その時点で彼は僕の想像の上を言ってますよね、と絶賛されました。3年夏の甲子園では1番バッターとして活躍し、ベスト8進出に貢献。佐久長聖との試合で2本のホームランをマークし、清原和博さんの高校通算64本塁打を上回り、近江との準々決勝でもホームランを打って高校通算67本塁打を記録。大会後には WBSC のアンダー18日本代表に選出され、メキシコ戦で高校通算68本塁打を放ちました。プロ入り後は4月30日のイースタンリーグでの日本ハム戦で初ホームラン、7月7日に1軍昇格を果たしますが、3打数ノーヒットと振るわず2軍降格。8月はイースタンリーグで打率3割7分5厘を記録して1軍に再昇格。11日の対横浜 DeNA 戦では8番ライトでプロ初先発を果たし、第2打席でプロ初ヒットを記録。3度目の先発となった18日の広島戦では、5回の第2打席で森翔平投手のカットボールをレフトスタンドへ運び、プロ初ホームランを記録しました。崩されたんですけど、ワンハンドでしっかり芯に当たったのでいい感触でした。こんなに早くホームランが出るとは思っていなかったので、本当に嬉しいです。とメモリアルアーチの感触について喜びを表現。一軍でやらせてもらっている以上、18歳だからしょうがないとか、そういったことはないと思う。しっかり勝利に貢献できるように頑張っていきたい。と意気込みを語りました。原監督も、スピードがあるし、長打力もある。野球に対する取り組み、考え方がしっかりしている。必ずチームを、日本球界を背負って立つ選手になると思う、と絶賛。しかし一方で、8月24日のヤクルト戦では苦言を呈する場面もありました。代打でプロ5本目となるレフト前ヒットを放つも、無理なタイミングで二塁への盗塁を試み失敗。試合後に監督はこの盗塁失敗に触れ、簡単にアウトになるようなスタートを切るのは絶対にダメ。スタートを切れなかったら止まるというのもいいランナーの条件になる、と述べました。31日の広島戦では、巨人においては1959年の王貞治選手以来64年ぶりとなる高卒新人ながら1番スタメンで出場し、プロ初のマルチ安打。9月7日に編成事情により1軍登録を抹消されましたが、原監督は、今回いいものを残した。今度上がる時はまた大きくなってくるよ。最初の昇格の時とは全然違う、と成長を評価しました。1軍デビュー戦後、チームの先輩である菅野智之投手は浅野選手について、本当に物怖じしていない、スケールの大きさというか並大抵じゃないと思いました、と浅野選手の度胸に感服するコメント。また一度は完璧な配球で浅野選手を仕留めた田中健二郎投手も、将来必ずいい選手になるんじゃないかと思います。僕はファームでも対戦がありましたが、思いっきりのいいスイングをしてきますし、いい体をしている。18歳であの体はなかなかないと思います、と浅野選手のフィジカルにも着目。現役時代は太陽ホエールズで活躍し、
引退後は日本代表のコーチも務めた高木豊さんは自身の YouTube チャンネルにて、初の一番起用となった8月31日の内容に触れ、使うたびに良くなってきていると浅野選手の吸収力の高さを絶賛。バッティングの内容に関しても、1打席目はレフトに引っ張り、3打席目は右に流すなどといった柔軟な対応ができていることも、1軍の試合に出場できるレベルになってきているとし、その吸収力の高さは素直さにあると分析しました。また、18日に MC を務めたプロ野球ニュースにて、プロ初ホームランを打った時の浅野選手のヒーローインタビューを受け、高木さんは謙虚だと感想を述べています。名前を挙げると王さんとか松井秀喜とかそうそうたるメンバーなんですよと、球団史上7人目の高卒ルーキーの1年目のホームランという快挙の価値を強調。そんな中でも謙虚な浅野選手に目を細めました。ルーキーとして大きな成果を上げ、周りからの評価も高い浅野選手ですが、首脳陣はまだまだ彼の起用に対して慎重な姿勢のようです。バッティングの状態、相手ピッチャーとの兼ね合いを考えながら、どういう形で浅野選手を起用していくかを考えている今は、いわば育成の第一段階。2024年シーズン中に2023年に大躍進した秋広選手と同じような立ち位置になるのが理想となりそうです。そして浅野選手が守る外野には、巨人では秋広選手だけでなく、丸選手や梶谷隆幸選手、長野久義選手、ルイス・ブリンソン選手などがいます。浅野選手が割って入る機会はあまり多くなさそうですが、その少ないチャンスをものにした時、浅野選手はジャイアンツになくてはならない中心選手になっていることでしょう。彼の将来が楽しみですね。すでにおっちゃんルーキーとの相性がつき、落ち着いた外見で本番でも動じない度胸を持ちながらも、時にルーキーらしい初々しさを見せ、謙虚さも兼ね備えている浅野選手。そんな彼は坂本選手や中田翔選手など多くの先輩たちから可愛がられています。野球に取り組む姿勢は貪欲そのもので、与えられた課題に素直に向き合う吸収力で、若干18歳のルーキーながら順調に力をつけていっています。これから浅野選手には目が離せなくなりそうです。